きそう。え、どうしたどうした、どっちどっちどっち、どうしたどうしたどうした、そんながっつり仕事中に回す、どうした、坂田じゃない今は、まあ、23時ですね、23時過ぎであります。もう本気の時じゃ、もうあの YouTube には見せないぐらい真顔だったと思う。どうですかお二人とも、編集は進んでますか。いや進んでますよ、はい、調子ですか。はい調子です。あえ、ザワと調子調子いい、調子いい、編集の新曲調子調子いいよ。お、ザワ余裕ない。いや余裕ない。あ余裕ない、何でも変わってもらおうと。ダメだよ。え、つかちゃんは調子いいっすよ。調子いい、はい、余裕ない、余裕あります。じゃあつかっちゃんチャレンジ始まる。これで決まったの。あぶんねあぶんね、下手に言うまじゃねまあ過去ね、サンタさん、普通の職人5万円10万円にできるのかチャレンジっていうのがやらせていただきました。やらせていただいて、私カメラの方とも、まあ、先月ですね、ウェアで顔の付き合う活動っていうチャレンジをやらせてもらって、いいね、2000まで獲得しなきゃいけないっていうチャレンジでしたね。はい、今回スカッチに次のチャレンジをしてもらおうかと思ってます。スカッチ主役の動画珍しいね。そうね、ピコ太郎以来それ大ボケしてもうないんだよ YouTube 上に。伝説のピコ太郎会、ピコ太郎会ね、久しぶりがチャレンジってえぐい。そうだね、確かにね。はい、それでは、ね、スカッチにやってもらうチャレンジ発表、早速発表したいと思うんですけど、いいですね。はい、レザクラ初心者の可愛いプロを作るよっ。楽しそう。きつそうだね。楽しそうじゃん。確かに靴磨き職人ではあるけど、革靴作ってるわけじゃない。そうだね。レザークラに関しては多分行ったことないっていう話をね、事前にもらってるんで。そうだね。多分初心者だと思うんですが、それは合ってますか。はい、やったことないです。はい。まあ我々ね、靴磨きやってるんですけど、まあそれぞれ、まあエプロンはすでに持ってると。はい。ただ、まあいいエプロンあったらいいじゃん。まあね、買わないプランもね、教えてさ、多分言ってたし、うん、俺もそんなかっこいいプランがあるなら、それはそれつけたいし、ね、つかちゃんも多分自分で作ったものがいいなら、自分で作ったものをかけてね、作業したいだろうし、確かに、いいね、確かに、それは最後に誰がゲットできるのか、みたいなミニゲームみたいなのをやろうと思ってますが、あ、1個作るの ?1 個作る。人数分じゃなくて、人数分いける、人数分いける。10日で1個でしょ。そういうもんじゃないの。いや、1個作れれば、まあ、あとは。まあね、ね、複製してください。いや、じゃない。なるほどね。25日間かけて1個作って、5日間で2つ作るみたいな。そう、コピーしてくれるから、いけるのは。いや、まあ1個でもいいですけど。はい。まあ1個も大変だからね。まあ大変だね。その1個に、そのこだわりを集約してもらいたいなと思って。あ、逆に。そういうことね。何もイメージできてないけど、どんぐらいかかるのか見積もりもできない。そうだね。はい、で、それで、まあ、これもね、例のごとくチャレンジ期間を1ヶ月間させてもらいますので、1ヶ月で可愛いプロを完成させてもらうところまで。1ヶ月完成か。やり方は、もう何を見てもとか、まあ、やり方は自由です。は勉強の仕方はそれぞれ、はい、自由で、やっぱり、実装できる人間じゃないとね、ダメだと思うんで。いや、急にベンチャーっぽい。まあまあ確かにそうですね。我らは従業員じゃないわけですから。はい、はい、わかりました。はい、はい、じゃあそれではつかちに頑張ってもらいます。ここから1ヶ月間チャレンジスタートになります。頑張ります。はい、つかちさん、はい、なんかいろいろ届いたらしいですね。そうですね、いろいろ仕入れたものが到着しました。道具とかそういう感じですかね。もろもろ一式届きました。いいっすね。じゃあ、まあ、あとは始めるだけと。そうですね。あ、じゃあちょっと道具の紹介だけしてもらっていいですか。はい、早速仕入れた道具紹介していきたいと思います。まず一つ目は初心者キットを紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目ね、初心者セットの、中身はこちらになります。こちらのね、中身を一個ずつ紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目はこちらですね。こちらのステッチンググルーバーというものになるんですけれども、これはあの革に糸を通すときに、まあ、その目印として分かりやすくなるように、その革に線を引くっていう道具ですね。こちらがまず一つ目になります。それかっこいいね。めっちゃかっこいいでしょ。なんかぽいぽい。これはね、革にね、線を引いて、まあ糸を通しやすくするっていう、ただそれだけのものなんだけど、土手を掘る感じだ。そうだね。
まあ、こうやってねちょっとね外れやすいので気をつけて、ちょっと気をつけて扱ってください、はい、続いてはこちらです。これはね革用の針になるんですけれども、革に糸を通すときに使う針になります。これすくい縫いする斜めっていうか 円形というかあの曲線のさ針があるね、うん、そうだね。これ何本か7つぐらい針がそれぞれ分けられてて、あ革の厚みだったりとかによって使い分けたりするみたいなんで、これあればじゃあもう何でもできるね。これあればもうどんな革でも対応できる。そういうことでね、サンドソーンだったら全部いけるんだ。革靴もいけんじゃないこれ。いける。じゃあ今度ね今度その企画もねできるか。そう、まあ、今回のね、革エプロンだけじゃなくても別のレザクラセットだから確かに何でもできるのか。そう、革財布とか小銭入れとかいろんなものにも使えるから。いいですね。続いてはこちらになります。こちらはまずこっちがね、まあ、単純なあの糸切りバサミになります。で、こっちの糸がそれぞれ、まあ、白と黒と茶色の3つの種類の糸になるんですけれども、これをね革の、まあ、好みに合わせて糸をどういう色にするかによって使い分けていくっていう形ですね。続いてはこちらですね。この3つのアイテムになります。かっこいいの出てきたね。かっこいいでしょ。先端恐怖症の方はご注意ください。これはそうだね。まずこっち、これが、まあ、あの糸を通す針ですね。単純なあの裁縫道具でもよくあるような針。縫い針だ。そうです、縫い針になります。で、こちらがこちらですね。これが千枚通しって言って、まあ、いくつか重ねた紙にあの穴を通すためのものになります。で、こちらが単純な切りになります。はい、で続いてはこちらの2つになります。で、こっちはね、まあ、あの単純にメジャーになります。これですね、これはひしめ打ちっていう名前の道具になるんですけど、これは革に穴を開けてそこを糸で通していくっていう、その糸を通すための穴開けパンチみたいな感じの道具になります。これよく革靴でも見るよね。そうだね、なんかレザクラそれのイメージある。これでもひたすら穴を開けまくって糸をひたすら縫っていくっていう、ね、地道な作業になります。いいね、でもかっこいい。で、最後、初心者キットの最後の道具がこちらですね。指抜きも入ってました。これ使うかわかんないんで、まあ使う時があれば使おうと思います。続いてはこちらの2つになります。こっちがあの D 缶となしめ缶って言って、エプロンをつけたり外したりするときに、まあ、簡単にね付け外しができるようなあの道具になります。で、こちらがハトメ抜きって言って革に穴を通すための道具になります。ハトメ抜きはそれこそ靴でも使えるね。そうだね、やっぱレザークラキットだけじゃ靴は作るの難しいかもしれないけど、共通してる部分みたいなのがあるのかもね。確かに、まあこれ一式揃えておけばねいろいろ使えるから。そうだね、いいね、便利だね。はい、続いてはこちらになります。これはね圧着ローラーっていうものになるんですけれども、こちらですね。これはゴムのりと基本一緒に使うんですけど、ちょっとゴムのりがねまだあの到着してないので、まだ作業風景の次の動画の時にね映せればなと思います。これはあの革と革をね圧着させてくっつけたりとかするものになります。こっちゃん、はい、めっちゃいろいろ買っていい感じだけどさ、やっぱ行動力のつくもですね。そうですね、つくもベンチャーですから、どんどん動いていかないとね。一からまあどん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 、ね、自走していかないとっていう。そうそうそう、っていうのあるんだけど、あなたこれだけでエプロンできないですよね。気づきましたか。革ですよ、楽しみなの。革はね到着しております。さすが、ちょっと見せてくださいよ。では早速ね革、まあ本革になるんですけども紹介していきたいと思います。はい、ではね早速革の方を紹介していきたいと思います。じゃあこちらです。でかい。でかいでしょ。そんな感じで届くんだね。そう、これはね半彩っていうものを購入したんですけど。あ、じゃあ切れ端がいっぱい入ってる感じだ。そう、いいね。で、これもし足んなかったら、まあ、縫い合わせてちょっと大きくしてエプロンにするみたいな形になるんですけど、はいはいはい、これを早速開封していきたいと。それ中身何なんですか。これ中身は馬革ですね。馬、馬の、馬のヌメ。ヌメ革。そうです。いいねいいね。馬で今回じゃ作ると。そうですね。じゃあちょっと中身見せてよ。はい、早速開けていきたいと思います。はい、それではね革を広げていきたいと思います。こちらになります。思ったよりでかいね。いや、めちゃめちゃでかいよ。これ切れ端集めたんじゃなかったんだね。そうだね、形が悪いやつをって感じだったんだ。そうね、もう丸々もう本当に半歳って感じだよ。これあの革だとさ 10×10 で1デジとか言うじゃん。うん、それはな、これ何デジなの。これ120デジ。デジ。へえー。
120デジだったらエプロンができそうだねみたいな感じ。そうだね、結構2着ぐらいできそうじゃない、あのミスらなければ。確かに、あのね、ここの、ま、下のね、下のところが穴開いてる、ね、そう、穴開いてたりとか、あんまり、まあそこの、まあ切ったっていう感じなってるんで、まあここを下にしてどう使うかだよね。2個ぐらい作れなくもないなっていう感じ。確かに。じゃあまあ目指せ2個、まあ1個か、一旦1個ね。ミスがあるから、まあ1個できればいいかなって感じか。そうね、いっぱい見せれるんで。そうだね。でね、この皮を使って次の動画でね、早速チャレンジしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 Twitter、 インスタ、ブログ、皮のメンテナンスサービスつくももやってます。概要欄からぜひチェックしてみてください。もしよろしければ上の動画も見てください。見てね。次の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい。